はい、皆さんこんにちは、川上です。前回に引き続きデスリンガーで遊んだ試合でございます。今回はツイッチの賭け機能で遊んだ時のやつで、どれだけ名手が出るかチャレンジのやつだったかな。はい、その時の映像ですね。一応名手について説明しておくと、12メートル以上離れた生存者に森を当てると、あの右上にポイントが出るんですけど、それの名手ってやつ、あのことです。今回はアドオンで名手になったらワンパンになるやつを持ってきてるんで、まあ、それで分かりやすいかなと思います。本来だったらね、近づければ森が当てやすくなってめちゃくちゃ嬉しいんですけど、名手チャレンジ中だけはね、やっぱ離れてないといけないので、そこのもどかしさも含めて楽しんで見てもらえたらなと思います。それでは本編どうぞ。こういうか。はい、まずは一回。あと何回決めれるかね。一応4回以上っていうのもあるんで。もう一個定義しとくわ。ごめん、始めた後に。ちゃんと攻撃が当たって名手です。途中でちぎれたりすると名手じゃない。ここだけご了承を。ラグ？なんだ？おー、なんだなんだ。いやー、マジ？もう一人いるんだよな。さすがにね、それはダメよ。よしよし。8目目マイケルはまだやってないですね。いかねえだろ、かねえ。救助狩りはやりやすいな、やっぱ。はい、3回目。はい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 。一応釣っとこうか。やばいだろ、ギャンブル始めた瞬間俺のリスナーのミンド終わってるぞ。どうなってんだ、やっぱギャンブルは人を変えるのか。外周行ってるな。外周行ってるけど、止まられるとな、名手なくなっちゃうんだよな。今3回だよね、3回。行きたいな、頑張って。これ先回りすると名手なくなりやすいんで。オッケー、メッシュ。
オッケーそこ直したんだ。おお、執念で直してるな。離れれば離れるほどワンパンになりやすいよ。俺のチャンネルで賭けするときはマップーンとかその辺もコールしないとね。ん？これ誰かいるな。個人目標あと1回。6回いけたらね、ちょっと嬉しいな。あ、いけたわ。これ6回だよね。7回いけないかな。欲を出してけ。ゲート触ってくれれば当てやすい。止まってるんで。ただ出てきてくれるかは謎。そもそもね。マウスとマウスパッドに慣れてきたんで、新しいやつね、新調してだいぶ調子出てきたわ。まあまあまあいいでしょう。ということで4回以上にかけた人おめでとうございます。フックがない。待って、フックなさすぎじゃないこれ。めちゃめちゃフックないんだけど。2本使ったらもう終わるな。その2本も別にめっちゃ真ん中なわけではないんだけどね。7回未遂。よっしゃ、ちょっと今のうちに賭けの結果を。あーでも4回以上が一番多いんだね。 41% なんだ。